はい、今日は、人生初のハンドレールをやるために、茨城中山にあるユニオンパークに来ました。ビビってんすか？ビビってないです。ビビってないですよ。ビビってんすか？ビビってますよ。あー、俺だ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 。宿題できちゃったな、これ。どうでしたか？どうでしたか？ビビっちゃいます。皆さんこんにちは。今日も、前回のリベンジということでユニオンスケートパークに、ティズスケートボードショップのライダーのヒロッチと来ました。前回のことを踏まえてちっちゃめのレールからチャレンジしたいと思います。あれ、ビビってんすか？皆さんこんにちは。今日もユニオンパークに来てます。今日はハンドレールのことを忘れてみんなで楽しくスケボーやってます。そんな日があってもいいんじゃないですかね。でしょ。あれ、ハンドレールやんないんすか？今度やるっしょ。視聴者の皆さん、こんにちは。今日もユニオンパークに来てます。今日こそ。あれ、ビビってんすか？ビビってないっすよ。俺だ。危な。ブレた？今ブレたっしょ。今。大丈夫ですか？弱いし、振りたんで、もう無理です。宿題っていうか、もうダメだこれ。皆さん、こんにちは。もう今年も残りわずかですね。今年のメイクは今年のうちに。今日こそハンドレールをメイクします。よし今の気持ちはどうですか？最高です。皆さん、今まで応援どうもありがとうございました。キングスケートボード